トヨタ半導体不足で2回目の国内生産停止8月に高岡工場で5日間カローラなど9000台に影響ということでトヨタ自動車は7月16日半導体不足の影響によって高岡工場これが愛知県豊田市ですね第1ラインの稼働を8月2日から6日までの5日間停止すると発表しましたと稼働停止に伴う生産への影響は9000台 7日から15日までは夏季休暇のため16日から稼働する予定ということですね高岡工場の第一ラインではカローラやカローラツーイングを生産していてトヨタは6月にトヨタ自動車東日本の2工場の稼働を3日から8日間停止しており半導体不足の影響で国内工場の稼働を止めるのは 今回で2回目となるということで愛知県内の工場が半導体不足によって稼働を停,停止するのは初めてですということなんですけれども1ヶ月ほど前、ですねトヨタ私、動画上げてましてトヨタ、宮城と岩手の2工場停止、ヤリス・ヤリスクロスの納期にも影響ということでね こちら上げてますのでね、ね、あのー、概要欄に貼っておきますのでね、ねぜひこれ見てみてください、今ね、ね半導体のね、あのー、世界的なあの不足によってね車だけじゃなくて家電などもね今、大変な、ね、状況になってますよということなんですが、えー、ついに、ね、ここまで来ましたかということでね、ね高岡工場もね、えー、かなりね、あのー、影響が出るということなんですけども、も、えー、お盆休みですよね。お盆休み えー、高岡第一はねあの14連休になるってことですよね、これであの停止してしまうとということでね、ね、えー、これがね実際ねいいのか、ね、悪いのかっていうところなんですけれども、えー、稼働を再開したときにも、えー、かなりね後からツケが回ってくるような。 形にになるとということで、ね、あの納期にも、ね、前回の,あのヤリスとかヤリスクロスは、ね、納期がだいぶ先になってしまうというのも、ね、動画で、えー、上げていますけども今回もそのような、えー、事象が出てくるのかなと思いますし、えー、その後は、えー、土日出勤何ヶ月もとか、ね、なるような、えー、後ろ倒しになってしまうような感じがしていて、まあ、関係している方々には、ね、あんまり全然嬉しくないことだなと思いますし。 えまあ日給だとかその時間給でね仕事されている方だったりだとか下請けの方とかでもね大変これあの被害というかね影響をね受けてしまってね収入も減ったりだとかねえ困るえニュースだなということで、ねえというニュースでしたということで本日のニュースためになったって方チャンネル登録、高評価お願いいたします。ででではは次のニュースでお会いしましまょううそれではさよなら